はい、ウイスキー初心者が飲んでみたシリーズです。今回はこちら、はい、ジェムソンの12年を飲んでいきたいと思います。はい、ジェムソンの12年は、なんかね、1リットルのものしか見つからなくて、アマゾンで買ったんですけど、700ミリのものもあるんですけど、700ミリのものはなんか高いんですよね。で、1リットルの方が安かったんで、そっち買いました。はい、よくわかりません、この辺が。で、公式ホームページ見てもジェムソン12年って載ってないんですよね。もうないものなのかな。一応1000ミリ1リットルで、Amazon で7787円ですかね。で、普通のジェムソンが700ミリで2000円しないのでだいぶお高い。なので、その辺の比較っていうかね、ちょっとどのぐらいかなってしてみたい。で、普通のジェムソンは昔ミニチュアボトルを飲んだっきりなんで、ただなんか独特な雰囲気あったなと思いますね。はい、ジェムソンはレディーガガが暗飲してるで有名ですよね。で、何でしたっけ、アイリッシュウイスキーね。あんまりアイリッシュウイスキーってないですよね。ちょっとテープがついて開けづらい。小さい。よし。よいしょ。あとなんかハイボールがすごく美味しいっていうイメージがありますね。でかい。でかいっすね。はい。じゃあ開けていきましょう。よいしょ。なんかね、ジェムソンを冷凍庫でキンキンに冷やして、で、ハイボールなんてよく飲みますけどね。あと、ライムとかレモンとかね。なんかすっごい美味しそうだったんですよ。なんか、動画で YouTube で見て。で、私もジェムソン飲んでみようかなーなと思って。で、スタンダードのはもう一回飲んだことがあったんで、ちょっと12年、一つ上を買ってみることにしましたと。よいしょ。はい。アルコール度は 40% でございます。ちょっと置き場所が難しいな。こんな感じ。はい。色はこんな感じですね。まあ、綺麗なアンバー。はい。ちょっと香りの方からね。うわー、めっちゃいい香りする。なんかやっぱジェムソン独特ですね。この香りはいい香りなんですけど、嗅いだことがない。近いのが、どれかっていうと出てこないな。へぇー。アルコールの感じは全くしないですね。あ、少し、すっごい近づけて思いっきり嗅ぐと、ふわっときますけど、それ、普通に嗅いでる分には、しないですね。テイスティングノートは何て書いてあるか、特に書いてない。なるほど。あ、そうか。アイリッシュウイスキーのっていうのは、酸化蒸留なんですね。で、シェリータル原酒。で、エイジングに伴う甘美な熟成感があると。はい。いただきたいと思います。はい。乾杯。あ、すごいライト。まあ、多少。こう。喉にこう差し掛かるときにピリピリってくるのと、あとちょっと帰りがふわっとくる。ちょっと帰りがってなる感じがしますね。ただ口の中に含んだ瞬間、ものすごくフルーティーで華やかな感じ。こう飲み終わったらふわっとした帰りがピリピリピリってくる感じしますね。で、まあ12年で、まあ1リットルとはいえ、7000何歩はちょっと高いかな。でもちょっとハイボールにして飲んでみたいですね。なんか、これは、そうですね。普通にアフターテイスティングでいろいろ飲み方して、今日の晩酌かなんかで凍らせて、すっごいなんか美味しい、なんかライムとか絞ってレモンとか入れたりして飲んでみてもいいかもしれませんね。じゃあ、ちょこっと加水してみましょうか。ちょっと最初ね。よいしょ。香りは。あんまり変わんないかな。入れていきます。そんなに変わんないかな。
うん、やっぱりこう喉に差し掛かってこの香りが抜けるときにビリビリビリっていう感じがしますね。もうちょい加速してトワイスアップぐらいにしようか。こんなもん。はい、よいしょ、いただきます。うん、まあそんなに変化はないですね。あのこの喉に差し掛かるときにビリビリする。確かにハイボール美味しそうだな。うん、アフターテイスティングが楽しみですね。ただ1リットルでもそんなにでかい感じがしない。うん、ああでもでかいかな。ちょっと下にあるグレンバーギーと比べても、あでかいね。全然でかいわ。はい、あごめんなさい、ちょっと違う。面白いですね。うん。でも美味しいですね。で、ジェムソンは、なんかいろいろあるんですよね。なんかリミテッドなんちゃらみたいな。でもそれシーズンごとにあるのかな？シーズンとかその年ごとに。でもそんな高くないな。ジェムソン、セントパトリックデーリミテッド。セントパトリックデーリミテッドか。あー、そっか、アイランドだからね。はい、2020っていうのは3000円ぐらいで売ってますね。なんかいろいろバージョンがあるんですけど、この辺は複雑ですね。ジェムソンブラックバレルっていうのがあるのか。あ、これなんか売ってるものじゃないか。なんか情報があるだけか。あとジェムソンカスクメイツ。多分これは度数が高いやつ。あ、そうでもないわ。カスクメイツの 40% だから。あ、クラフトビールの熟成樽でフィニッシュさせた大変ユニークなウイスキーっていうのが、なるほど、カスクメイツってやつですね。これがもう2750円。この辺がなんかやっぱリーズナブルなんですかね。ジェムソンはね。あ、これは1年ですね、熟成期間がね。はいはいはい。へえ、いろんなのがありますね。はい。概要欄の方に、アイテムリンク入れておきますので、ご興味のある方はね、ぜひご覧になってみてください。はい。あとね、チャンネル登録とグッドボタンの方、モチベーションアップのために、何とよろしくお願いいたします。はい。あと、ツイッターもやってますのでね、フォローお待ちしております。はい。ウイスキー初心者が飲んでみたシリーズ、今回はジェムソンの12年も飲んでみたの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。